ウィンピー・ファンデルバルト、ここはやはりまっすぐ来ます、うん、稲垣は6月2日で28歳になりました。こう繋がってます。さあ福岡だ、スルスルっと抜け出していく。1対1そう振り切った、ミロッチよ速い、福岡の勝ち、取ってきました。ジャパンお見事、まさに伊達点です。いや会場すごい待ってましたっていうシーンですね。福岡からみんなすごいファンの方がたくさん来てますよね。なんかどよめきましたね、今の速さ。そうでしたね、ミノッツィに勝ちましたことも、ミノッツィ諦めましたね。 60m 走りましたもんね、いや素晴らしい。